危ねえ。これ下か？はい、オッケー。いやー、立ち回ったぞ、今の。今のは立ち回ったぞ、俺。はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、シリスです。ところで、今回も、前日上げた動画の続き的な感じで、メンバーさんとね、一緒にリバースアイランド遊んだ時の試合なんですけど、今回は、そのカスタムがアーダコーダ、その武器がアーダコーダっていうかは、その試合でのプレイの内容がめちゃくちゃ良かったので、まあ、特に後半、まあ、終盤戦かな、終盤戦にかけてめちゃくちゃ良かったんですけど、そこに注目して見ていただければ嬉しいかなと思います。一応ね、その時使ってたロードアウトなんですけど、こちらとなってます。今回カーですね。前回がスイスかな使ってたんですけど、その次の試合で、カー使って遊んでました。あれですね、サプレッサーなしの方ですね。スライハンドつけてサプレッサーなしでやってる感じになってます。で、相方はオーエンですね。バレルが一応ね、あのヘッドショットのダメージが上がるやつつけてるんですけど、一応こっちの方がまだ強いかな、この連射力上げる方がまだ強いかなと思います。まあ、あとはいつも通りダブルタイムオーバーキルアンプ、投げナイフスチームでやってます。はい、ちょっと今回はね、あのこの辺で前置きは終わっておいて、本編の方に早速移っていきたいなって思います。皆さんよければチャンネル登録だったり高評価などしていただけると、めちゃくちゃモチベーションにつながるので、ぜひともお願いします。ということで本編に移ります。どうぞ。どうにかしてね、ウォーゾーンのアダコーダをやりたいんだけど。いや、終わったー、任せーよー。よし、よかった。今の人ガソリン缶爆発させるっていうあれがあったらね、俺負けてたね今。なんとかその手段思いつかないでくれたわ、今の人。今の人もし俺の配信見てたら、ガソリン缶爆発してたら勝ってたよ。グリーンのかしてんのどっちなの。おお、俺今腰打ち当たってた。腰打ち当たってたけど、今ダウン状態だったから、あんまり意味なかったっていうね。敵探しの旅です。結構いるね。うわー、ここで外すのもったいな。バイバイ。終わっちゃった。溶けるね、危ねえ。あれ？音鳴ってるはずなんだけど。待って、スナイパー出したかった。死なない今の。わっ？硬くね？体力300？これ。ちょ、これ多分猫だと思う。いやー、これ蘇生やっぱ入ってんな。さすがにな。さあ、同じ階にいるっていうのが分かったけど。やっぱあんまり良くないかもしんないね、もうね。おお、なんか一気にグワンってして曲がったけど。
あぶね。あれ下表記だけど来ない。ガスが迫る。リロケーティングのサイト。なか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 どぎついことした気がするわ今。上行ったかな。上取ってるやったら強いね。まずい、逃した。そいつ逃すのはまずい。待って、まずいなこれ。あいつどこ行った？やべ、降りちゃった。降りるんだ。やり合ってくれる分にはありがたいんだよな、正直。なんでここ走れない？危ね。ワンチャンだったの、この人。下表記？地下か。いや、むずいね、これ。あいつらがどこまで顔出してくれるか。いや、地下ごもりか。いや、俺もそし、あんまりでもあいつらと相手したくないんだよね。あ、これでもありがたいね。Last one standing. You must stay alive until reinforcements arrive. Gas is inbound.あっぶねえ。ガチで言ってる？Inbound. Marking new safe zone. This is it. No turning back. Target down. Hey, okay. Yeah, 立ち回ったぞ今の。今のは立ち回ったぞ俺。だいぶ立ち回ったぞ。よし。いいね。最終戦はもう終盤の残り4パーとか5パーのところはもうマジで頭使わないといけないからな。いいね、キルも取れたんじゃね。いい、18 OK ですよ。
landscape from this